さあ久しぶりにまた桜大戦2の実況を再開していこう。いやー間が空いちまった開けるつもりじゃなかったんだけど、ちょっと環境が整わなくて、前回戦闘パートに入ろうかなというところで区切ったかなと思います。そこから再開ですねこの屋敷が今日の狩り場か。繋がってるちゃんと。前回なかなか遊べそうだ。いよいよね。いよいよ桜大戦、新桜大戦、久しぶりにいい狩りができそうだよ。発売12月いつだったかな、発売されるっつう時にさ、お前たち未だに桜大戦2が終わってないと。さっさと獲物を狩り出しておいで。この状況は果たしてどうかなと思い出しましてですね。これから桜大戦強化月間といたします。強化月間12月。待ちな、強化日間かもしれない。あなた方の好きなようにはさせませんわよ。上げていきたいですね。 CBT の前ですけど、 CBT っていうのがあるんですよ。英語不可撃だ。山頂大きいかもしれない。下げますボリュームがね、調整が完全じゃない。てってってんてららんてん、貴様らが過激団か。戦闘パートはね、パパパパーン飛ばしていくっていう編集をしたい。その叩き台にしていく。一つ忸怩たる思いをしているのはね、せっかく動画をきれいに撮るようになったんですよ。あなたもあまり人のことは言えないと思いますけど、でもその DVI だっけ、GVI だって忘れたけどさ、うせ桜大戦2対応してなかった。いいね。だから画質の悪い状態で変わりなく上げ続けるしかない。おまけにこの録画する方式がなんかいまいちこう新しい環境があってないせいで、こうね、アマレコ TV4 でデスクトップスキャンしてるんだけど、この映像自体はアマレコ TV3.10 で流してる。アマレコ TV3.10 で流してる映像をアマレコ TV4.10 で 4.11 で録画してるんですね。この込み入った状況、この神崎すみれの何をってここは一歩も通しません。つくづくね、すみれさんが好きなんですね。いらないね。人を心配する余裕なんて貴様らにはないんだよ。わかんないんだけど、自分でもよくわかんないんだけど、狩りを始めるよ。この私を楽しませておくれ。おお、切れてるね。いい切れっぷりしてる。ただこの戦闘パートはバシバシッと飛ばしていくから、バシバシバシッと飛ばしていく。はい、切れてます。突然ではこの神崎邸を、避難があるまでには神崎邸の建物に敵を近づけない。はい、わかりました。いい話だ。あたいがついてるぜ隊長。動画と動画の間にね、ドリキャスのコントローラーのこのアナログスティックみたいなのが壊れてるんですね。上に重たいものを置いたら壊れてます。ザザッといきますよ。スミレをカバーしてザザッといくから、君の盾になってもいいかい。さあ行きましょう。せい、ボレボレするぜ隊長。いやいいですね。人数増えたよね。人数増えた、これだけでも十分増えたって感じですけど、まだフルメンバーじゃないんですけど、そしてまだコーランがいない。コーランとあと誰がいない。マリアがいない。コーランとマリアがいない。さあはあ、まったく。強いね。それにしてもお見合いの席に乱入するなんて、少尉も無茶をなさいますこと。なさいますこと。だってあんな通信があったら気になるじゃないか。それに資金援助のためにいやいや結婚するなんておかしいと思って。あら、何のことかしら。資金援助のことなんて私知りませんわよ。それにお見合いというのもなかなか貴重な体験でしたわ。嘘吹いて。素直じゃないな、スミレ君は。
まあ大体思ったことを大神が代弁しているのかさっぱりわかりませんわ。かわいい。まあ少尉がどうお考えになるかはご自由ですけど、これをかわいいと思える感覚。それにしてもやはり私は帝劇のトップスター、私を待ちわびるファンの皆さん、なんだっけ、ランギリッサーモバイルとかいうアプリがあって、今ねあっこーえんがあっこーえんが桜大生のね、なんか桜大生のコラボやってて、で最近スミレが当たって悲しい、そのランギリッサーモバイルじゃあんまりしてないんだけど、あのさスミレが当たって声がね、やっぱ全然ね若いね、この桜大生、このここで喋ってるスミレの声やっぱ若いなって感じですよ。うん、若い。ええ、少尉、ありがとうございました。私。そういうこと言うな。そういうこと、そういうことを言っちゃう。少尉、通信切ってませんでしたの？こういうところがね、可愛いですね、スミレ。ええ。何も言ってませんわよ。非常な振る舞いをしているけど可愛い。さあ表面的な可愛さ、このくらいにして。しかしこれが計算だったと怖いよね。これが計算だった。勝利、はい、これで3つ目。かばう。私を守ることができるのは勝利だけですわ。お、倒した。これ4つ目。あ、え、弱っ。これで5つ目。6勝だ。これは時間を稼げばいいのか。さあ、合体攻撃を見せしましょう。合体攻撃をね、一層だ。コペルニクスもガリレオも二人の前では天動説。この世界は二人を中心に回っている。神崎風神流自然ガッツバター。これ好き。コペルニクスもガリレオもって、このフレーズ二人の前では一度もです。これめっちゃ好き。なんか本当頭にこびりついて離れない名ワードだと思う。いや、今何匹倒した？ 1,2,3,4,5 5人ぐらい倒したな。今何体倒したんだろう。はい、これ13体目。バックの音が入ってしまった。もう何体目か分からない。多分倒せる。降りてる。このキレスめっちゃ弱いな。さては6勝で。いやどんどん湧いてくるんだが、見てないやつ。せい、倒した。リリシーですわよ、勝利。褒められてる。急に会話が始まったな。実力の差。あんまりカンナさん活躍してないですよ。ちょっと待ってくれ。二人とも戦いの目的を忘れてないか。俺たちは国機械の計画を阻止、市民の安全を守る。それが仕事だろ。それに俺はこうして二人と一緒に戦えることで十分だよ。何言ってんだ。戦闘中に命のやり取りをしているゲームで、これも倒せる。はい、余裕ですね。これも多分倒せる。連の一撃。
森で一月。何回目だろうね。20ぐらい行ってんじゃないかな。行ってないか。17、8ぐらいかな。楽勝で。楽勝です。いつまで戦えばいいんじゃ。だいぶ戦線を押し上げた。何今の見せるか。必殺桜の必殺お見せいたしましょう。大花方針だったか。覇者牽制、覇者牽制、大花無双。無双でした。あ、無双でした。で2体倒せる。もう20いったつ、20はいったはず。もう20はいったはず。余裕で倒せますね。弱すぎるこの金色のやつがめちゃくちゃ弱い。倒すよね。絶対倒せる。絶対倒せる。ほら。残りだともう1体だよ。目標撃破。これでしまいだ。織姫の必殺。時間切れまでなんか持たせるみたいな感じだったけど、多分全員倒す。言えない。イタリア語は言えない。イタリアから。オストラスパリオリ。なんて言ってんのよ、考え。織姫ってイタリアだったらスペインだった。スペイン完全としないわ。フラメンコだからスペインだ。楽勝で。全員倒したよ。もうできない。さあどうする、どうなる。ロガミ君、神崎邸の皆さんの避難は終了したわ。そうか、もう敵を全滅させたからな。避難完了とかそういう状況で反撃だっていうか、もう敵全部いないから全部倒しちゃったから。黒いのが長い。労働時間が長い。セガサターンのドリームキャストどっちの出来上がっている。楽しい、楽しいね。楽しいか。一方的にやられてるぞ。人間どもがここまでやれるとはね。そっか、この黄色いやつめっちゃ弱いんだけど大丈夫か。そんな魔装騎兵で大丈夫か。魔装騎兵8位よ。だが言っただろ貴様ら、私がカルトナー。カルトナー、面白い。カルトナー望むところだぜ。これのイントネーションは関西と関東の違い。返り討ちにして差し上げますわ。差し上げますわ私は金剛や木敷とは違うぞ。ほう、どう違う。貴様らを逃がしはせん。報わず練り殺してくれるわ。20人ぐらいいたあの兵隊がさ、魔装騎兵がさ、軒並み打ち滅ぼされて、なおこの強気っぷり、なおこの強気っぷり。すみれくん、ひもたてになっていいか。ここの戦闘もあれ、あれ飛ばしていきますか。ちょっとどうなるかわからんけど、カンナの必殺技を使います。もしかしたらこれで土蜘蛛さんやられちゃうかもしれない。行ってみましょう。1、2、3、4、5、5体いっぺんに倒せるかどうかな。カンナとの必殺技。爪を持って荒野をかける。それは猛虎。牙を持って悪鬼を裂く。それは剣道。剣道。闇あるところに光あり。いくぜ全エンジン。後ろの虎の絵が落書きみたいな虎だったの見た。ここの虎がなんか落書きみたいな虎だった。どんなもんかな。多分ここの魔装騎兵は軒並み死ぬ。でもあんまり効かないね。結構こいつ強いわ。誰もあたいたちを止められねえぜ。頬赤くしてクリリン。クリリンって何。カンナ、スミレ君を回帰に戻すこと、いつで戻すことができてよかったか。サボテン、サボテン女ってどういう感じ。答えれんわ。いや、複雑な心境だな。戦力を失うというかもしれないっていうことについては少しながらもためらいというかね、逡巡するけどさ。でもそれが最後の見合いかもしれんってことを考えたら
行かせてやった方がいいような気がするかもしれない。ああ、カンナの見合いの場面がどうしても想像できなくて。いや、似合ってるよ。俺はカンナのためなんですけど、口説く必要がない。そこで口説く必要がない。あ、土駒さんの必殺をお見せいたします。でもおそらくこれはね、あ、かっこいい。お行総国胸のところ胸のところがバトリーみたいになって気持ち悪い。ダイアナエースみたいな。私を守ること。弱っ。これが必殺か。あっと、ちょっと普通に切って切り刻んで必殺を使うまでもない。おしまいだ。土雲さん、あんた弱かったよ。感激じゃん、人間ごときが。いまいましい。言うけどさ、弱かったよあなた。所詮あなたの力はこの程度のものですわ。ほんとそれ。帝都にあたいらがいる限り、お前たちの好きにはさせないぜ。待っていろ。次こそは貴様らを仕留めてやる。リベンジマッチあったっけかな。覚えがないんだよなあんまりな。一回しか戦ってない気が。片付きましたわね。片付きましたわ。ああ、なんとかな。でもよかったな、スミレ。縁談も壊れたし、帝劇にも戻ってこれるし。しかし、最後の機会を逃しちまったな。何が？何ですの？何のことでしょうか？今期だよ。お前みたいな蛇女と結婚するなんて男は、もういないんじゃねえのか？カンナ、言えるのそれ？もともと根気のない誰かさんには言われたくありませんわね。それが言いたかった。だとむしろスミレとかも、ね、反論の余地がありまして。引く手あまたでしょ。本当あの久しぶりだね、スミレとカンナの喧嘩。全然レベルが違う。カンナは後ろの金持ってるっていう意味でのバックボーンも強いしさ。コメディアンですか？容姿要望も共に、要望も共に、容姿要望って。違いますよ。とにかくだ、スミレは絶対この後も今期が若いしね。おまけに若い、まだ16、7。仲良くというわけには参りませんが、例のあれですわね。お勝利のポーズを決めなければ。よし、じゃあ行くぜ。せーの、勝利のポーズ。いや、いいですね。決め。いいですね。こうするとカンナが映える。サムズアップしてる。映える。さあ、じゃあまあここまでかな。第3話ね、あの大胆編集がいけていればバン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 と敵を倒したことでしょう、きっとね。ここのね、はじめまして、安定してる部分をカットしたいんだけど、喋っちゃって、ね、そういうところがまだまだダメなんだなって思って。そういうところまだブラッシュアップして、もうね、動画がパートその第3話に入って何話がやってるからさ、今さらブラッシュアップしたところでどうすることもできない。もう初め見始め、この動画を見始めた最初の人はさ、パート1を見ちゃう、パート1を見ちゃうからさ、あ、これモタクさんとした実況だなって思って見ちゃうじゃない。そしたらもうその印象って多分どんどんパートが進んでも進んで途中から綺麗になってたとしても、綺麗つけたらいい編集になってたとしても多分気づかないから、もう今さら何かしようとは思わない、しようと思わないって気持ちになるけど、でもあの試行錯誤しながら大神さん、大神さん、クオリティを上げていきたいなと思います。あ、はい、何でしょう。資金援助が米田支配人の意識が戻ったそうです。米田支配人のことすっかり忘れてた、米
たの、おじちゃん。なんならさ、アイスの力で回復させたらいいんちゃう。わーいわー、頭部とかを直す力があるんだからさ、人ぐらい。よかしゃですね、大神さん。そんな顔。これで帝国歌劇団も元通りになりますね。金の問題は、金の問題が解決してない。金の問題が。さあ、それじゃあみんなで米田支配人のお見舞いに行こうぜ。金の問題が解決してないから。金の問題が、資金、神崎重工からの資金援助の金誰も借りることに揉み合いの話をこうご噂にしたから。金の話、あと2ヶ月もすればなんとか退院できるし、もっとも病院内は禁止だから、夜では支配人には長くつらい2ヶ月になりそうだ。このおじいさんのあれ、親族の方とかいらっしゃらないんですか親族のリア王が始まった。リア王とは知らないんですよね。マクベス、リア王、シェイクスピアでしたっけ。あんまりよくわかんない、ちょっと詳しくないんで、オリラジ中田の YouTube 大学で見ましょう。歓声の嵐を聞いたら疲れも吹き飛んだ。こう見るとさ、さくらの髪長いよね。長すぎない？そんな長いかな。長すぎない？これはちょっとウィッグなのかな。長くない？あの、まだマウスのカーソルがマウスのカーソルなのかな。アンコーカーソルにしなければ。そしてリア王を陥れようとする王女、ゴネリルは、ゴネそうだな、こいつ。もちろん、罪というか。短期間でその台本を読んで、ゴネリル役も、こなす、すみれの。本でどうするつもりだったの？マークが降りてもいつまでも何やもない。あえて拍手は俺に確信させてくれた。花組みんなが力を合わせれば全然神々。どんなことだって乗り越えていけるってこと。と、ブスターの私が舞台に立てば、これぐらいは当たり前ですわ。こういうあの一つ一つのイラストについて、絵についてさ、昔は何も思うことなかったけどさ、これこっちから光が当たってるのかな。 こっちに光源があってこう来てるわけだから、カンナに入ってる光はハイライトが目のところ左上に入ってる。で、カナの鍵はこっち側に入ってる、こっち側に鍵が入ってるってことで、カンナに当たってる光のあれは間違ってないと思うんだけど、スミレもここのね、ホッピタのハイライトもそうね。スミレの場合はこっちから入ってるのに、ここに花の影が出てるんだよね。この花の影はこっちから来たハイライトに対して出る影だと思うから、こっちにこの影はおかしいんだよね。こっちだったら、こうハイライトはこっちから、こっちにハイライトが欲しいよね。だから、そしたらこっちから、ここら辺に光源があるとした場合にこうして、こっちから光源がある場合にこうなれば、それでもここのオプタの上に乗ってるこのハイライトがちょっとわからないかな。こっちにあるのか、こっちに、まあいいや、そういう話だと思う。おいおい、ここのパーツ今カットしたいんだ。勝手なこと言ってんじゃねえ。いや、カットしない。なんなら勝負するか。こうユダが言ってるっていうところをカットしない。望むところでしたわ。ストロングスタンディング、地のパートは話し尽くしていく。地のパートをカットするようなね、そんなことはね、したくない。戦闘パートだけはカットしていくな。いや、わからん。今後も、お、次回予告、ベシャ、こうなんですね。おこんばんは。おこんばんは。ベニヤッコどす。さくらやっこどす。どうぞよろしく。いや、殴られてる。次回、さくら大戦2、大暴れ、火の玉芸者ガールズ。大正桜にロマンの嵐。悪い奴らは許さへんで。着物が燃えそうですが。はい、ということで第3話でした。長々とやるのをね、やるのを伸ばしにしてたのをやっと終わらせることができた。これからはね、あのできる限り毎日投稿のペースでやっていこうと思う。桜大戦の発売まではね、盛り上げていきたい。早く終わらせなくちゃっていう思いが非常に強い。ということで、まあ第3話の最終パートでした。では第4話でお会いしましょう。ほなまた。